はい、皆さんこんにちは、ワナリルフィッシュです。では今回は久しぶりですね、ハーツオブアイアン4やっていきたいと思います。で、ハーツオブアイアン4はですね、まあ、かれこれ1000時間ぐらいやってるんですけども、いつぶりだろう、半年ぶりぐらいになりますかね、プレイをしていこうと思っています。で、今回はですね、新しくレジスタンスの DLC が発売されました。もう本当に今日ですね。で、これにパッチの 1.90 まで当たった、本当に今ド最新のバージョンで画面の UI ご覧いただいています。で、1000時間プレイしたんですけど、半年経つとですね、完全にプレイフィール忘れてますね。まあ、パッと見で変わってる部分としては、開発日記とかで見てはいたんですけども、画面の左上のね、このアイコンが変わってますね。で、今回この新しい諜報機関、これがね、今回の DLC で導入されたシステムになっています。で、こっから早速見ていきましょうか。ただし、これ最初は、その諜報機関っていうシステムがゲームに組み込まれたというだけで、まず、この諜報機関をうまく作用するためには、諜報機関を設立するっていうね、そこを始めていかなきゃいけないと。で、そうすると、インテリジェンスから始まり、ディフェンス、ホニャララ、コニャララっていうようなものがいろいろ使えていくようになりますと。で、さらに開発日記を見ている限りだと、このエージェント、諜報機関のエージェントもリクルートしていくシステムのようになっているので、もうこのあたりはね、まずは諜報機関をね、設立するというところからになるのかなと思っています。なんかね、ここの人のアサインのところも、なんか、ハットをかぶったいかにも諜報機関っていうね、そういう感じがしてますよね。なので、ちょっとここをいろいろいじっていきたい、見ていきたいというところはあるんですが、まずは諜報機関を設立しなきゃいけないと。で、諜報機関の設立には例によって工場や資源が必要になるよというのも開発日記で見ていますので、まず最初はね、プレフィールを取り戻すというところから始めていくという意味でも、いつも通りのね、プレイをしていきたいと思っています。で、今回は、すいません。久しぶりのプレイということもあってですね、ぬるいだろうというご指摘あろうかと思うんですが、アメリカでやっていきたいと思っています。では、まず最初に、師団の編成とか、軍の再編とか、そのあたりをね、パッと、やって戻っていきたいと思います。はい。ではね、ざくっとなんですけど、師団を軍に組み込みまして、各々配置に就かせるような指示を出しました。まあ、すぐに戦争ということにはならないと思うので、まずはね、まあ、発売案の初手としてですね、軍備の増強と備蓄と、そういったあたりを進めていきたいと思っています。じゃあ、国家方針とか変更あるかとかもちょっと見ておきましょうか。国家方針も大きくなってるかな、ごめんなさいね。アメリカでプレイしたのは1回しかないので、ちょっとはっきりとは覚えていないんですが、まあ、それでも、まあ、ニューディールとかが入っていく分岐は同じですね。あと軍の介入も同じかな？同じですね。で、軍のツリーも同じに見えますね。なので、アメリカに関しては、国家ツリーに関しては、あんまり大きな変更はなさそうです。まあ、ただここも、変更が入っている国は大きく広がっているようで、検索画面がね、出るようになっているみたいです。あとは、研究がどうとかね、こういうフィルターもついていると。これもね、一応、開発日記では紹介されてた機能の一つになってますね。なので、まあ、どれを行きたいですかというのをね、まあ、一つ、探していくところでは、こういったものも役に立っていくのかなというふうには思います。これ国家方針ですね。で、長期間はさっき見た通りで、研究だよね。どうしようかな。もう久しぶりすぎて、何を研究したらよかったかっていうのを、ちょっと忘れかけちゃってますけど、まあ、産業工学系をやっていくのが、まあ、ベタですよね。研究速度のアップデートとかを入れておきましょう。原子力か。爆弾作るかどうかっていうところだよね。原爆を。ちょっと一旦置いておいて、先に、
生産効率の上限アップ入れるでしょう。合成燃料はまあ置いといて、あと建築の位置も入れる。このあたりはセオリー通りになっちゃうかな。なんだなんだワンダーと。ベタなプレイフィールだねってなっちゃうと思うんですけど。あとは、そうだね、補助装備の研究入れておきますか。アメリカは4つ研究枠持ってるんで、まあ、このあたりはかなり余裕を持てますね。で、肝心の今回のプレイ方向性なんですけども、まあ、ここは無難に、史実通りの展開で最初の方は進めていこうかなと思ってます。なんで、まあ、イギリスとね、まあ、仲良くしておこうかというところですね。で、続いて貿易ですね。足りてないゴムをどっからか入手しなきゃいけないな。地続きで言うとメキシコかカナダしかないんで、メキシコかカナダにそういったものがあるかというと全然ないんで、どうしようかな。やっぱタイだよね。タイから輸入しよう。まあ、今戦争が始まってるわけではないので、護衛船団とかつける必要はないかなと、今は思います。で、クロム。クロムもどっからか入手しなきゃいけないな。まあ、ここは、イギリスから輸入しておきましょう。カナダとかあれば一番ね、輸送船とか食わなくて済むんですけどね。で、続いて建設ですね。ここはバランスよく民事工場、軍事工場を作っておきます。民事工場がどうやら、結構、今回、新しい機能として入っている、情報機関の設立にだいぶ寄与するようなんで、ここは軍事工場一辺倒というわけにはいかないかなというところですかね。まあ、ザクザクと入れておきます。まあ、ここも今までだと後から建設するときって一番下に入っちゃって煩わしかったりとかしたと思うんですけど、どうやら、だいぶ UI が改善されているようなんで、後からね追加というのもやっていきやすくなっているようです。で、生産なんですけども、デフォルトで作られているものがこれらなんで、一旦このままいきます。ただ、支援装備とか、このあたりはね、少し厚めに入れていきたいので、工場を使っていきましょう。で、工場が使われてきたら、余ってきたら、戦闘機ですね。で、海軍の方は少し手を入れてまして、駆逐艦むっちゃ作ってたんで、駆逐艦を一隻作ったら一旦やめるようにしてます。で、この後、巡洋艦、戦艦とか、もちろん空母を作っていければいいかなと思ってますね。まあ、ヨークタウン級が2隻建造中で、いずれも1938年中、まあ、2年後ですね、に、まあ、就航するという状態になってるんで、母艦の数もだいぶ増やしていきたいので、これらの駆逐艦が作り終わったら、母艦は、そうだなぁ。6隻ぐらい同時に作れるような環境にしつつ、戦争が近づいてきたらもう少しね、柔軟に対応していきたいかなと思っています。なので、造船所の数もね、アップデートをかけていきたいと思っています。で、肝心の師団の編成なんですけども、まあ、編成の改正を入れておきたいなと思ってて、ここはね、この後、まあ、すぐに戦争にはならないと思うので、しっかり訓練をして、経験値を貯めて、で、支援兵装をね、組み込んでいければいいかなと思ってます。なので、まずは一旦、西海岸に、入れておきましょう。さあ、こんなところですかね。で、今すぐ戦争になるわけじゃないので、牙とかこういった、そういったものは一旦放っておきます。作らないという方針ですね。では、国家方針決めて、プレイの方、時間を進めていきましょう。まず最初にどっから手入れていくかだよな。まあ、でも普通に考えたらニューディールとか入れて政治ポイント欲しいよな。ニューディールって確か政治
力もらえるよね。150入りますよね。なので、ニューディールで150手に入れるか、もういきなり戦争計画に入っていくか。ちょっと難しいなぁ。まあ、ちなみに戦争計画で行くと、陸軍の経験値とかを手に入れる軍の方に入っていくっていうのもありなんだよね。難しいですが、まあ、ここは無難にニューディールにして、政治ポイントを手に入れておきましょう。では、時間を回ったり進めていきます。本当にすごく久しぶりなので、ちょっとだいぶヘボいプレイになるかもしれないんですけど、ご容赦ください。いや、それにしてもね、もう世界的にコロナウイルスの話で持ち切りですよね、今。僕の勤めてる会社もですね、先週の金曜日かなんかに、ジョイマネジメントの方から、基本在宅勤務にして、フェイストゥーフェイスの会議は禁止します。お達しが出たんですけど、早速今日、会社に行かされました。なぜかというと、禁止されてるはずのフェイストゥーフェイスの会議があるからなんですね。いやー、どうなんだいっていう感じするんですけどね。もうどこで感染してもおかしくないよねっていう状況になってますよね。僕が住んでるのは千葉県の船橋市になるんですけど、奥さんがね、幕張の方、まあ、ちょっと全然、千葉県行きの人じゃない方だと何言ってるのかわからないと思うんですけど、幕張で働いてまして、薬剤師さんやってるんですね。どうやら、最寄りの、小学校でコロナウイルスの感染者が出たということのようで、もう、多分ね、接触しててもおかしくないよね、とかって話をしてるんですけど、まあもうほんとどこで感染してもおかしくないのかなって感じですよね。小さなお子さんとか、お年寄りのね、いらっしゃるご家庭だと、だいぶ心配なんじゃないかなと思うんですけど。まあ、本当にね、在宅勤務を推奨されてる以上、明日からはしっかり在宅勤務していきたいなと思ってるんですが、まあ、金曜日にまた出社しなきゃいけないんでね。で、外資系の会社に勤めていて、上海とか大連とか、まあ中国の方にもいくつかオフィス持ってるんですけど、そっちの方はもう完全在宅化されてるみたいですね。本当に、出るなと言われてるみたいです。で、一応4月にタイに遊びに行こうと思っててですね、ゴールデンウィークのチケットはもう半年ぐらい前に取ってしまってるんですけど、4月の3、4、5、6もしくは4、5、6、7で検討してまして、ディズニーオンアイスのチケット、バンコクで行われる、タイのバンコクで行われるディズニーオンアイスのチケットを取ったんで、どうしても行きたいんですけど、なんかどうもタイの方では日本人来てくれるなと。日本人はなんか体調悪かったり、なんか日本から来たとかだと14日間はなんかね、おとなしくしててくださいっていう、まあ、強制力はないものの、そういう風にしてくださいねっていうようなお達しも出ているとか出てないとか、まあ、そういうところのようなんで、本当にね、ちょっとチケットを取らずにまだまだ我慢してるところなんですけど、できれば4月の4、5、6、7で行こうかなと思ってます。で、5日日曜日の夜18時ぐらいだったかな、のディズニーオンアイスのチケットね、取ってるんでやっていければいいかなと思ってます。ちょっとおしゃべりが過ぎましたので、軍の編成とかをちょっとお見せしていきましょう。はい。で、ここでラインランド進駐が出てますね。で、ニューディールが終わってるので、ニューディールの次に進んでいきましょう。ニューディールの次来てるので、どうしようかな。おっと、一旦時間止めます。この後一気に軍事力を高めていきたいので、徴兵制の方に進んでいきたいんですよね。なので、アメリカンドリームの保証。いや、これなんか欲しいわ。なんか普通になんかね、名前的に欲しくなっちゃうね。まあ、ただ、軍事工場、未知工場、あと研究枠に進んでいくのが無難なので、ここは、無難な、研究枠に進んでいきたい。で、こういう時に研究枠で検索するとこんな感じになるんですよね。
研究枠が手に入る方向に進んでいきたいぞ。ってなると、ちょっと待ってね。ここだな。ここに来るには、雇用促進だね。政治力150。悪くない。これでいきましょう。で、研究の枠も使っていきます。電子工学来たので、造影の確率か研究速度か。まあ、ここは研究速度だね。ではまた時間を進めていきましょう。研究が30日1ヶ月ぐらいかかりますね、まだね。で、ちょっと陸軍の、師団が、なんかわかんないうちに丸ごと消えちゃってるんですよね。これ気になるな。どこに行っちゃったんだろう。それなりの数の師団があったはずなんですけどね。師団が丸ごと消えた。そんなことある？一応海軍、陸軍は、それぞれ、訓練をね、行わせてますので、経験値がちょこちょこ入ってくるかな、というふうには思ってます。で、肝心の軍がいなくなったんだよね。こんな感じでね、今、海軍の方はゴリゴリ、訓練をしてもらってるところですね。で、空軍の方もご覧のようにゴリゴリやってます。で、エージェンシーを作れる状態になってるかな。これ民事工場、軍事工場、マークで言うと軍事工場だね。じゃあ、エージェンシー、まあ、諜報機関ですね。早速作りましょう。これはマークによって何か関係あんのか。いや、なさそうだな。だったらかっこよさそうのがいいな。このちょっとライオンっぽいけどライオンっぽくないやつにしよう。で、30日後にエージェンシー、まあ、諜報機関が作れるよっていう状態ですね。で、上辺会員の支持が半々か。ここはロビー活動を打っておこう。政治力使いますけどね。で、海軍軍縮条約とかこの辺りは一旦放置します。で、ドイツ嫌いのルーズベルトなので、ドイツの科学者を、引っこ抜いて、我々の元に、招集しましょう。この辺りは、政治を最初に入れたポイントですね。で、クロムが足りないと、じゃあイギリスからクロムを汚せと言います。はい。では、ちょっとまた時間進めていきましょう。まずは、諜報機関の設立までですね。さて、そしたら諜報機関の設立ができましたね。ちょっとこれは中身をしっかり見ていきましょう。で、雇用枠ですかね。ここ雇用枠何人入れられますよっていうのが出てきていますね。なので、ここに、それぞれ人をアサインしていくと、リクルートしていくっていうことになろうかと思います。
はい。で、これが、長期化のアップデートになると思うんですけど、アップグレードかな。で、工場がやっぱりむちゃくちゃ必要になりますね。これ見てると。まあ、例えば、まあ、一番わかりやすいこのインビジブルインク。まあ、多分、その、見えないように、機密文書をどうのこうのっていう部分になると思うんですけど、これ一つ取っても5個の民事工場が必要ですっていうことになって、民事工場が本当に沼のごとく吸い取られていくということになっていきそうですね。なので、自分がどの情報機関をどういう形で使っていきたいかっていうのをしっかり計画を立てて、民事工場ね、軍事工場かな、使っていかなきゃいけないかなというふうに思いますので、工場をやっぱりどんどん設立していくっていうのが必要になってきそうですね。で、そう考えたときに、やっぱり、研究が重要になってきて、工場の建設速度をぐいぐい上げていきましょう。ぐいぐい。で、長期化の方に戻って、一応28日後に、リクルート、エージェントのね、リクルートができそうなので、ここでね、まず一つ見ていこうかなと思っています。で、これが、リクルート、まあ、まさに今、エージェントを雇おうとしているっていうところですね。で、敵のエージェントを何人捕まえたかと、まあ、もちろんゼロ人ですね。あと、死亡したエージェントですね。まあ、殺されたって言った方がいいのかな。なので、ここが本当に新しい要素になってると思うので、しっかり、ここをね、うまく活用して、プレイができたら、この新しい DLC の面白い部分が、見えてくるのかなと思っています。では、また時間を進めていきます。そしたら、オペレーション、リクルートのオペレーションが完了して、おー、彼女たちを雇えるわけだな。なんかメリケンサックみたいな持ってるやついるな。メリケンサック。いやー、メリケンサック女もいるし、あとはなんか唇お化けみたいなのもいるね。で、彼らを雇えるようになったという状態ですね。そうしたらどうしようかな。ちょっとそれぞれのスキルをちゃんと見て誰を雇うか決めましょう。はい。そしたらこのメリケンサックにしましょうか。で、ここで一人初めてエージェントを雇ったことになるので、このエージェントを、潜入させたりとか、まあ、その、スパイ網を構築させたりとかっていうことができるというのが開発日記で紹介されてましたね。ちょっと見ていきましょう。今は何も行っていないと敵の諜報機関に備えるっていうこのカウンターインテリジェンスになっている。まあ、これも開発日記で紹介されてた通りですね。で、ビルドネットワーク。これが、まあ、情報網を広げましょうと。構築しましょうなのかな。まあ、そういう内容になってますね。で、あとはブースト。プロパガンダ。まあ、こういったところが出てくるんだな。で、レジスタンスのところですね。そしたら一旦、忍び込ませるでいいかな。で、どこに忍び込ませるかだよな。おお、ここにいるんだ。今、ワシントンにいるな。じゃあ、この女子を、そうだな。出始めに、ドイツに送り込みますか。ベルリンに。行ってこい。なんかすぐ捕まりそうだけどな。ちょっと頑張ってもらいましょう。今ね、一人向かわせましたからね。まあ、こんなところでね、進めていくことになるのかなと思います。では、ちょっとね、今回まだまだ時間、ありますけども、一旦ここで、仕切らせていただいて、次回ですね、
またこの続きをやっていこうと思います。このベルリンを中心にね、このメリケン作家がしっかり、情報網を広げていってもらえればいいかなと。着任したな。なんかやめられないね。一旦閉めましょうって言ったものにやめられない。が、本当にここで一旦終わりにしましょう。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。